はい、セーブ完了ということで、ではようやくストーリー進められそうですね。はい、ではウィンガルさんとお話してみましょう。陛下はすでに乗船された。まもなく出航だ。あのジャオのことを聞きたいのか。はい。ジャオさんがどうしてあの時私を助けたのか分かりますか。過去に犯した過ちへのけじめだったのだろう。けじめですか。人は生きていなければ意味がないという者もいるが、それは個人の観点に過ぎない。人は社会の中でしか生きられない。その中では死んででもなおつけなければならないけじめもある。よくわかりません。だからこそ今は子供らしく過ごせばいい。子供らしく？ジャオがお前に望んだのは子供らしい幸せだった。それは間違いない。子供らしくですね。考えてみます。それでジャオも浮かばれる。ウィンガルさん、ずいぶん質問攻めだな。陛下のことかな。ガイアスさんはリーゼマクシアをどうされるつもりですか。陛下はいずれこのリーゼマクシアを統一なさるだろう。あなたの聞きたいことはこれで十分なはずだ。ありがとうございます。ローエン？いえ、行きましょう。そうか、餌とはな。うん。だから本物のマクスウェルに会って僕は真実を知りたい。マクスウェルの居場所考えられるとしたら精霊界か。それ聞いたことある。確か精霊が住んでる世界だって。ですがその場所を見た者はおりません。確かに伝説に等しい存在だ。だが精霊たちは存在している。ならば精霊界は存在し、そこにつながる道があると考えるべきだ。ニアケリアは精霊の里って言うんでしょ。うん。あの地には霊山があったな。何かあってもおかしくはない。本当？待て、船は槍の引き上げ場へ行くまで引き返せないぞ。がっかり。クルスニクの槍なんてどうでもいいのに。ガイアスさん、先ほどの異回路計画を止めるという話、クルスニクの槍を使いエレンピオスへ進行されるおつもりなのでは。全てはリーゼマクシアのためだ。待って、槍を使うにはたくさんのマナが必要だよ。無論人と精霊が犠牲になることは本意ではない。迷っているんですか。ならだが誰かがやらねばならないのも事実だ。ガイアスも思いを守ろうとしてくれてるの。そうかもしれない。いや、そうなのだろう。俺の中でもあれだけ大きな存在となった女は初めてだったからな。だったらエレンピオスのことも考えるべきだよ。エレンピオスの心配だと？リーゼマクシアの人と精霊が犠牲になるやもしれぬ今この時に。どっちかが犠牲になるとかそうじゃないと思うんだ。きっとそう言うよ。シェルをなくしてみんな助ける。僕はそうしたい。お前報いたいのか。命を投げ捨ててお前を守ったあいつに。うん。変わったなジュード。お前は俺の元で。陛下、間もなく到着します。ご準備を。ガイアス？
中度？ああ、うん。きっとこの後、研究所で組み上げ作業を行うんだと思う。なんだ、話聞いてた。何事ですか？謎の空だ！来たぞ！あなたたち、一人残らずぶっ殺してあげる。ミュゼ、やめろ！あの嘘つき男、見つけ出して殺してあげなきゃ。でも、その前に。ミュゼと戦闘すんの？見苦しく逃げ出したゴミを。あ、弱点光だ。これは助かりますね。いや、ちょっと聞いてないですよ。簡単には。そしたら汎用陣入れちゃいましょう。放水、ここに汎用陣入れようかな。やられないよ。ずいぶん強気ね。頼りにしていたイサはもういないのに。そうか、こうなった事情を知りたいんだ。腕付けでも教えてもらうよ、ミュゼ。できるものならやってみなさい。同縁が、同縁が当然奥義を。うわぁ、柔道が一発で一撃落とされた。いやー、やっぱりあれですね。すごい。強いですね。ちょっと誰かとリンクをして行かないときついですね。ちょっとなんか汎用陣と一緒に使えるなんか技持ってる人いないですか？いやそれにしてもちょっとストーリーが急激に進んでちょっとね、まあ裏切り者って言ったのはアルビンのことですよね。アルビンは本当に本当はまあこの集団をね倒すって約束してたわけで、そしたらエリート組んでもいいかな。リカバーヒールか、スプラッシュ、魔人系のスプラッシュ、フリーズランサー、ゼッ、あー、レッパショー、あー、バイトリンフォースね。あ、バイトルインフォース、あー、どうしような、まあ、このままちょっと攻め続けるか。多分もう結構見て半分ぐらい削ってるんで、どうやった訓練の技が、まあ、貫通線の一発、うわー強い。エギーはちょっと遠くに行ってほしいな。いや、すごいな。ちょっと待ってね、アイテム使った方が、ちょっとリンクが、やっぱちょっとローエンと組もう、こいつはちょっと、ま、魔法をいっぱい使ってくるんで、ローエンと組んで、ローエンとの獅子閃光烈波章、烈波章、放水剣のとこに烈波章入れて、レンガ弾のとこに獅子閃光を入れて、で、ローエンは左か。うわ、ローエンとイルベットさんと一緒に組んで、とりあえず、強い。連覇賞で防衛と一緒に OK。 危なかったけど、どうにか止められましたね。ミュゼ、なんか普通じゃなかった。そうだね、ミュゼもなんか焦ってんだろうね、きっと。ミスティーマーク、まだだよ、もっと強くならなきゃ。一つ壁を越えたようですね。まだまだ強くなるんだから。
私たちだけじゃなくてよかったね。ミュゼ、君はどうして。私はリーゼマクシラを守っているだけよ。君のリーゼマクシアを守るって何なの。知るわけないでしょ。命じた者がいるな。ミュゼ、教えて。マクスウェルはどこにいるの。マクスウェル様をどうしようというの。本当に別のマクスウェルがいたのか。ミュゼ、マクスウェルはこんなことを本当に望んでいるの。当たり前よ。これを望んでおられたのですよね。さあマクスウェル様、この者たちを裁く命令。どうなってるんですか。わかりません。ウィングル、出るぞ。はっ。ガイアス、陛下を追え。フォームにも伝令しろ。ミュゼはどこ。ここで間違いないんだよね、ウィンガル。どうして。何のつもりだ黒ずくめ。ちゃんと理由聞かせてくれるんだよね。危険だからだ。危険。僕たちが。違う、柔道お前だ。ジュードが。ジュードさんをマクスウェルに会わせたくない。そうなのですね。僕がガイアスの邪魔になるから。絶対に逃がすな。さあこっちへ来い。いや。え、お前。ガイアスさんを追いますよ。でもどこ行ったのかな。一つだけ思い当たるでしょう。ニアケリアのレーザーですね。はい、かけるしかありません。みんなやるならタイミング合わせようよ。僕が悪いの。はい、もうまた急展開すぎて、やっぱりあのウィンガルちょっと怪しいと思ってたんですよね。ガイアスの片腕。黒ずくめめ、いきなり捕まえようとするなんて。油断も隙もないよね。ウィンガル、ジャオさんのこと教えてくれたのに、どうして。彼の判断は全てガイアスさんが基準となっているのです。ガイアスさんのためなら何でもするし、ためにならないものは可能性すら排除する。ふん、そんなにガイアスが好きなんだ。それはちょっと違いますよ。二人は友達じゃないんですか。友達です。同じ理想を持ち同じ道を歩む。ね、だからこそ複雑なのです。最高の仲間であると同時に最大の敵なのですから。何それ、わけわからん。わかります、レイヤー。男性版乙女心みたいなもの。ああ、案外それ
合ってるかもしれません。まあ同じ理想を追い求めて最高の仲間であり最高の敵である、これはねちょっとわかる、わかりますね男同士はちょっとそういう風に なっちゃうですね。最初はいいんですけど、ある程度時間が経ったら大体そういう風になってくるんですよね。だから結構一緒に創業したね、創業ね、2人とか3人とかで創業してもやっぱりね、なんかうまくいかなかったりとかしちゃったりするんですよね。それにしてもミューゼが急に来てこれはねちょっとね、あれやっといた方がいいですね、あのリリアルオーブね。まあリアケリアに行ったら次またストーリー進むんでしょうけど、混乱するミューゼ。ミューゼ、以前とは別人みたいだった。別人じゃなくて別精霊。変わったんじゃなくて、あれがミューゼの正体なんだよ。そうなのかな。違うと思うんですか。ミューゼが危険なのは間違いないよ。けど彼女自身の意思はどうなのかな。ミューゼは誰かに言われたことを守ろうとしてるだけって気がするんだ、前の僕みたいに。またジュードってば。もちろん僕だってミューゼは許せないよ。それでも。分かってる。それでも相手のこと考えちゃうのがジュードなんだよね。けどミューゼの意思がどうだろうと、決着はつける、つけなきゃいけないんだ。もう一人のおじいさんマクスウェルのね、目的がいまいちよくわかんないですよね。防具はねそんな買わなくてもなとかなりそうですよね。道具が欲しいんですよ、道具が。宿屋の中でしたっけ、道具があるのね。あ、彼から買いましょう。アップルグリも全部使いましたね。あ、でもそれ以外は使ってないかな。ライフボトルも2つ。とりあえずこれでいきましょう。開発は、もう、あれですね、金というか、金属しかないですもんね。じゃあちょっと一旦セーブしますね。はい、セーブし終わりました。ということでちょっとリリアローブやっちゃいましょう。はい、セーブし終わりました。はい、リリアローブね、上げてきました。今柔道君はこんな感じですかね。まあ能力的にはそこまで大きく変わってないですけど、まあ一応 HP3000 超えました。農園がようやくね知性がねかなり高くなってきて、まあ結構強くなったんじゃないでしょうかね。レイヤーはまあ腕力体力で、まあ、結構稼いでる感じですかね。まあまあバランスはいいんじゃないですかね、レイヤー。でエリーがね、エリーも結構まあこういった感じで、まあ知性がちょっと上がったかなっていう感じですかね。ただね、スキルがすごいね今回覚えたんですよね。柔道がコンセントレーション3ですかね。集中回避がフロントステップでもできるようになったということで、まあ前に突っ込んでいってもね後ろに回ることができるようになったということですね。あとオーバーリミット中に光を、まとうことで攻撃内容が多くなるシャイニングハンドね。あとね、最後に受けたダメージの 50% の HP を少しずつ回復するライフリバースね。こんなのね、あとローエンジェイ・イルベルトさんね。ローエンジェイ・イルベルトさんが、スプレンダータイム、攻撃をバックステップで回避すると、3秒間時間が停止する。すごいですね。ローエンジェイ・イルベルト。リミッターさん、パートナーを入れ替え、共鳴術技で連携をつなぐと、オーバーリミットの時間が2秒回復すると。で、まあ、あと、ベンチオーマー TP ですかね。レイヤーが、
ムーブドアーマー、フリーランチに攻撃を受けてものけぞらなくなる。で、あとスピードアイテム、アイテムを使用した後使用禁止期間なしですぐまたアイテムを使用できる。これめちゃくちゃいいですよね。うん。であと、最後に見せるダメージの 50% の HP を少しずつ回復するライフリバースとベンチオーマー TP と。うん。いや、いいですよね。あと、エリーがアジリティに、バイタリティに、うん。で、エクシード生産も取ったので、あと、オールガードね。マジックガードで物理攻撃と、魔法攻撃の両方をガードできる。うん。あと、メンタルリバースですね。最後に受けたダメージと 3% の TP を少しずつ回復する。うん。あと、オートメディスンね。ダメージを受けた際に 15% の確率で自動的に治癒術が発動し HP を回復する。あと、状態異常変化になった時 30% の確率で自動的に治癒術が発動し状態異常変化を回避する。うん。うん。だいぶエリーはね、強くなったんじゃないでしょうか。はい。ということで、かなり強くなったと、これでね、思うので、うん。まあ、ガイアスはね、きっと柔道をね、フォーブにね、入れようかなっていう感じなんでしょうね、気持ち的には。まあ、フォーブっていうわけじゃないですけど、うん。まあ、マクセルにね、ミラにすごく影響されたっていうようなこともね、言ってましたしね。案外ね、ミラとお似合いなのって、ガイアスの方がお似合いかもしれないですね、10秒にもね。はい、ということで、これこのままね、多分、ミラの社から行くのか。やっぱり社から行くんですね。まあ、このまま、ヤシロに行ってもいいんですけど、まあ、ちょっとね、ちょっと敵がどうなってるかっていうのを見たいですよね。凶暴化してるとか言ってましたよね。じゃあ、経験値高かったとこありましたよね、確か。東雷霊源とか、ダイヤの森。東雷霊源はそうでもないか。アルカンド出現、ちょっと行ってみましょうか。どうでしょうね。ちょっとその辺の、あ、クロエリーゼ。ねえねえ、レイヤーは柔道とずーっと二人きりだったんでしょ。そうだよ。ご飯作ってあげてたんだ。もうね。それだけ。それだけって。エリーゼ、言いたいことあるなら直接言いなさい。レイヤーも本当のことを言いなさい。本当に何もなかったの。なんだ、そうなんですか。まあ、またチャンスはあるって。エリーゼのやつ、ティポを超使いこなしてる。クロエリーゼ。そうですね。またチャンスあるよ、レイヤー。あ、すごい、戦闘の音楽がめっちゃかっこよくなってる。あ、ちょっとやっぱ強くなってるね。あ、そうじゃないか。ローレントのリンクもちょっと早く覚えないとね。どうしようね、ローレントのリンクで、レイヤーとのリンクでもうちょっと技が多かったらいいんですけどね。熱波症の、熱波症からの、はい、おしまい。歯ごたえないですね。味わう暇もなかった。食べる気満々だね。まあ、ちょっと戦闘にも慣れなきゃって感じなんですけどね。で、熱波症からのローエイトのリンクで、天候からのリンクはないよね、確かね。これが僕たちの力だ。天候からのリンクはないですよね。あったかな。
アルミンとはありましたけどね。レッパ賞と獅子閃光、魔人剣のスプラッシュ、これは使ったことありあないか。海流剣、ゼッパ、列強劇、じゃあレッパ賞のフリーズランサーね。レッパ賞はさっきからずっと使ってるやつですね。レッパ賞と獅子閃光、レッパ賞と獅子閃光熱波症と熱波症で、なかなか人気がたまらないですね、ローエントの。これが僕たちの力だ。いや、ローエントリンクするか、ミラとリンク、あ、ミラじゃない、レイヤーとリンクするかって感じですけど、ちょっと見たいですよね、ローエントのリンクを多分ね、一回ね。ローエントに来てもローエント全然攻撃できないね、遅すぎて。こっちまで来るまですごい時間かかるもん。やっぱちょっとスピードが足らないですね、ローエントは。やっぱ経験値少ないですね。ローエントのリンクはちょっと、しかもゲージも溜まるの遅いし。いける。頼むよ、ローエン。ダメに当たった。ローエンこそ。これからもどうぞよろしく。あれ、ジュードの HP が3500までなってるね。あれ、何だったんだろうね。戦闘終了したのキーがなんか上がるって感じなんですかね。戦闘中上がるみたいな。お役に立つ。なんか、不思議ですね。これが僕たちの力だ。力もりも。これはどういうことなんでしょうね。3500、まあ、スキルなんでしょうね、これね。なんかバグなんじゃないかな。HP ゲインでも回復ですもんね、だって。バグな気がしますね。重度の HP なんか一気に下がりましたもんね。あら、これはちょっと困りますね。戦闘中の HP と普段の HP が全然違うっていうね。まあ、これはちょっと前の動画を見てもう一回検証しないといけないですね。3500、エリーたちもレイアウトとかも3600とかですもんね。これが僕たちの力だ。レイヤーも3600とかですね。やっぱちょっと高いですよね。いまいちちょっとよくわからないんですが、誰かのスキルなのかな。全体の HP が増えるみたいな、そういうの持ってんのかな。まあいいんですけどね、全員のあれが上がってくるんだったら HP が。まあまあそこはちょっと、まあ、無視していきましょう。これってなんかその能力がついてない素の値って感じなのかな。ちょっとわかんないですね。では、見分けるように行きますね。もう行っちゃいまーす。ミラの社に行く前にちょっと一回見分けるように行ってみましょう。あ、ちょっとなんか暗いぞ、見分け家が。どうした、どうした。
とりあえず道具屋で、ストロングトリートも買っちゃいましょう。エリクシールはまあいっかな。まあ、ここのアワーグラスも一個買っといてもいいかなって気もしますけど、まあいっか。開発、あ、武器屋来た。武器屋、じゃあこれを全部、突っ込んじゃいましょう。レベル78。ガルムファング。どうでしょう。はい、ガルムファングで2706か。属性はなさそうですよね。まあ一個買っといてもいいですかね。この辺は、スターロットね。スターロット、エリーなんか買っとく？スチュワートソード。スチュワートソード。あんま変わんないんだよね、ローエンはね。レイヤーもちょっと変わんないかな、そこまでね。柔道はちょっと結構変わるんですよね。じゃあ柔道はちょっと買っときましょう。はい、では。ヒントじゃ何も変わらないかな、話すことは。イバル、帰ってきてないかな。じゃあちょっと一旦寝て、セーブしたら、ガイアスを追って、行きますね。ミラの森にね。はい、セーブしまーす。はい、セーブし終わりました。では、向かわしていただきますね。さん、ガイアスさんとミゼさんがこちらに来ませんでしたか？イバル？二人だけじゃない。ウィンガルも霊山へ向かった。待て。奴はこうも言ったぞ。ジュードが来るかもしれないが、好きにして構わないとな。同じ黒ずくめ同士、お目に見てやるつもりだったのに、許さないぞ。ガイアスに見放されたか。イバル、分かってほしいとは言わないけど、今は君と争ってる時じゃないんだ。黙れ。ジュードは彼女の思いを遂げるためにここに来たんだよ。そんなことどうだっていい。ジュード、どうしてお前が、お前ばかりが。みんな先に。ジュードさん、みんな差しの勝負も受けられないのか、腰抜け。さっきジュードが言いました。今は争ってる時じゃないって。そうよ、ジュードには私たちにはやることがあるの。それを邪魔するようでしたら、私たちがお相手するのは当然でしょ。通してもらうよ、イバル。上等だ。へ、イバル。イバルは弱点風か。風、あ、レイヤーと組もうかな、そしたら。
とじゃあ関空船をここに入れて、ガリオクルバでもなんかできたかな。関空船か、あ、ガリオクルバで海流圏、あ、でも属性が風にならないんですね。じゃあレイヤーと組んだ方が絶対いいですね、関空船で。じゃあこのレッパーショーのところを、はい、いや、これでいきましょう、とりあえず。やるぞ、ジュード。僕は偽物でいいよ。だからそこをどいて。本物だの偽物だのもう関係ない。俺はお前に勝てればそれでいいのだ。本気で言ってるの、イバル。ああ、これ以上ないほどにな。反空戦、いくよ。私たちの勝ちです。さあ先に進もう。柔道？何でもない、行こう。あ、そっか、いろんなアイテム、例えばなんかもらってますよね。もっと一つ壁を越えたようです。チェックしないといけないですね。どうして、どうして俺は勝てないんだ。くそー、俺は皆様を守る使命を持った巫女。俺は特別だ、特別なんだ。イバルも僕もまだ特別な存在じゃない。何？僕はどうやったら二人のように特別になれるのか知りたい。貴様などになれるか、皆様を見殺しにしたお前が。イバル、君もミラのこと、あの時僕が特別な人間だったら助けられたかもしれない。ごめんイバル。レイさんは社の先だ。イバル、さっさと行け、俺の前から消えろ。自分から消えた。イバル、よっぽど悔しかったんだね。彼にとっていい薬となったでしょう。そうかも。次に会うときどんな反応するか楽しみだね。イバル、もう来ないんじゃないかな。行こう。待って、ねえ、どうして。はい、もうイベントが、イベント続きで
男のプライド。イバル、レイザンは社の先だって言ってたけど、道なんてなかったよね。社の中を調べてみよう。うん、男のプライド。またイバルを怒らせちゃった。イバルさんの怒りは自分自身に向けられているように見えました。彼はジュードさんを認めたのだと思いますよ。イバルが僕を？はい、ですがプライドの高いイバルさんには敗北以上の屈辱でしょう。だからかな、もう会えない気がする。寂しいのですか？ずっと怒鳴られてばかりだったのに。怒鳴られるのは嫌だけど、イバルとはもっと普通に話したかったんだ。なんだろう、未来についてってことかな。喋りたかったのは、またアイテム結構消費してるんで、それもね、買いに行きたいですよね。オレンジ組の消費が激しいですよね、本当にね。ER オーブもね。そしたら、ここか。怪しいですね。はい、扉が出てきました。ということで、レーザー行く前にじゃあセーブしておきますね。はい、セーブし終わりました。ということで、ちょっとね、一旦ニアケリアに戻って、ちょっとイバルの様子も見たいっちゃ見たいですよね。アイテムをちょっとしこたま買って、道具屋で、アイテム持てるだけ持っていきましょう。はい、持っていって、で、ちょっとイバルが八代の、イバルの家に帰ってないかだけちょっと確認して、で、今日まだちょっと時間があるんでね、ちょっとかなり収録は長くなっちゃうんですけど、先に進んじゃおうかなと思います。はい、やっぱ帰ってきてないですね、イバル。はい、ではミラの社行きますね。ミラの社。お腹すきました。たっぷり食べないとバリボーなボディに成長できないよ。ミラの社っていうことですけどね、20年前に建てられたとこなんですか。で、その辺のなんかこの間場。雨が降ってきたよ。このまま登るの？危険だけど進もう。ファイザーバード障害とかのね、その辺のことがまだ語られてないんでね、20年前何があったかみたいな、そこをね、知りたいですよね。この辺りは下を伝って登りましょう。あ、今のはダジャレじゃありませんよ。天使の羽、背中の翼も素敵ですが、ぜひ他の場所も試していただきたい。頭とか、どこにもつけられるの？じゃあちょっとエリーをね、そろそろ天使に しときましょうか。ちょっとね、いいんじゃないですか、エリー。ちょっとね、悪魔のあれとか、あまりあれだったんで。弱点は、なしか。あ、おすすめリンク。花丸は見えます。空中戦か。熱波症いいっすよね。使いやすいっすよね。結構倒れてくれるんでね、敵がね、熱波症っていうのは。修行の成果が出せたね。そろそろ免許改伝かな。いや、今日はね、先に進みはするんですけど、そうそう、会議の切りだって。実況の方をね、なかなかちょっとね、集中できないですね。もうダメージ半端なくつけるな。剣もあんま当たんないな。
三空戦もね、隙が多いんでね、やっぱね、これがドーエの時間止めるやつね。すごいな。今は悩んでる時じゃない。いいですね。ドーエの技。柔道も何かしらのスキルが働いて3500になってるでしょう、きっと。ちょっとね、よくわかんないですけど。もうしゃがんでいくか。ちょっととりあえずしゃがんで先見てみましょうか。覚えてもある。うん。まあ、ガイアスとウィンガルの2人。で、特別な2人っていうのは多分ガイアスとウィンガルのことだったんでしょうね。柔道はまだ そこまでいけてないとか言ってましたけど、うわー強い半妖人があんま当たんないね。半妖人のだけちょっと外しとこう。半妖人とこに飛炎連脚もね、ちょっとやってもいいよね。そうそう、連脚はね、結構ここで結構稼げられるんですね。はい、僕はもう逃げない。いや、経験値めっちゃ多いな。これ料理食べてもいいかもしれないですね。炎連脚はね、横の方がちょっと使いやすいんで、こっちに連脚を入れて、烈破傷の方をこっちにしましょう。で、関空戦をやめ、連脚をだから横にして、烈風剣か。烈風剣、関空戦、烈破傷、画力、破半用心、魔法追剣ね。これでいきましょう。これが、あ、道がないぞ。あ、しゃがむか。不屈前進。冒険してるって感じ。いや、レイヤー、えらいなんか余裕だね。あ、プラチナガード。そろそろもうね、いいやつ こういうやつ来てますよね。はい、じゃあダイヤモンドガードに変えて、道がちょっとわからないですね。飛び降りるか、さらに上の道があるはずなんですけど、どっかにツタがない。あった。いや、それにしてもね、もう最後 になるでしょうね、この辺りってね、そろそろね。もう敵がね、もういきなりボスみたいな感じで、結構大変ですよね。あ、そう、何しようと思ったかちょっと忘れてたんですけど、これ、あいつは、アイテムを使おうと思ったんですよ、料理をね。経験値が上がるやつ。チキン南蛮じゃなくて、まあ、牛丼特攻をとりあえず使ってみましょう。うん。これね、まあ、多少はレベルの面は楽になると思うので。で、連打弾、危険連結をとりあえずもうぶち込みまくって、で、もう放水剣を打つ。火がね、弱点なんで、弦はなんとかなりましたね、これで。連結からの放水剣いいね。うわ、経験値が。あ、いいですね。こういう感じでレベル上げていくとね、だいぶ助かりますよね。まあ、でもレーザーの上まで行ったらまたウィンガルたちと戦うことになっちゃうのかな。さあ行くよ。それだと結構まだ大変ですよね。連脚からのこのコンボがいい。連脚、連脚、あ、
粘着からの突撃ですね。これがいいです。はい、粘着突撃。修行時代を思い出すね。ボコボコにされた思い出しかないけど、新しい制服のボタン出てますね。粘着をなんかパワーアップさせる。お、隠れてエリゼ。私がこんなに苦しんでいるのに、どうして答えてくれないのよ。ずっとマクスウェル様。精霊でありながらなすべきことを自ら見出せんのか。マクスウェル様のところには行かせない。それが今の私のすべて。愚か、いや哀れだな。あの二人が戦う音だったの。かつて見たガイアスさんの力はごくわずかだったようですね。ミュゼもやっぱりどこか。ええ、ですがここで考えても何も分かりません。今は先を急ぎましょう。マクスウェル、この山にいるみたいでしたしね。うん、間違いなさそうだね。押し寄せる不安。ミュゼ、ますます混乱してたね。道を示してくれる人を失って苦しんでるんだ。何をしたらいいか不安で、今の自分にも自信なんかなくて。柔道、何もしないことを選べたら楽なのにね。選んじゃダメなの。でもそういうの嫌いだから。ジルドは性格的に宇宙の登山はなかなか厳しいですね。頑張ってローウェン。ジルドは性格的にちょっと受け入れられないタイプなのか、何もしないっていうことはね。このコンボがいい。ジルド君はこれでだいぶ連結からの放水拳、まあ、こいつ相手だったら放水拳だけでもいいと思いますけど、ですね。柔道を、はい、なんか僕はもう逃げない。ローエントの共鳴技がちょっと見れなかったですけどね。ローエンエリーでなんかやってましたね。どっちがどっちだ。こっちか。で、道はこっちですね。でもそのね、ミラはそのミラケリアレイドのことを知ってたんでしょうかね。ちょっといまいちわからないですね、そのあたりは。まあね、巫女であるね、イバルは、まあ、それ知ってたみたいですけど、やらなきゃ僕のなすべきこと。いや、経験値すごいな。あと4回牛丼。登るだけの道ですかね。じゃああっちにあった地下のところちょっとくぐり抜けていきましょうか。
ミラは知らなかったとはちょっと思 思わないんですけどね。20年間見てね、この山の存在を知らなかったはずはないので、いやミラの存在自体はすごく謎ですよね。このマクセルの存在を感知することはできなかったってことなんですかね。あ、プラチナクローク、エリーのこのエルダーをさらに超えるやつか。おー強いすごい武器が手に入る、あ、防具が手に入るようになりましたね。私の出番です。こっち強いぞ、こっち放水点がね、連続で出過ぎてしまってもったいないじゃん、もったいない。よいしょ、ネガティブゲートいいね。僕はもう逃げない。あと何回だ、牛丼3回か。こっち側に道があったような気がするんですけど、あったあったあった。これもなんかローエンのボグとか入ってない。おアイフリードがある。あ、クリームギルドの波、あ、いいですね。ダークシール、キーダメージ2倍だが経験値 1.5 倍、装備説に戦闘に参加する必要がある。おキーダメージ2倍だが経験値 1.5 倍か、 1.5 倍か、 1.5 倍じゃちょっと、ザコ相手の時だったらいいと思いますけどね。ここで使うのはちょっと厳しいかな。うん、あ、なんかあるぞ。また連チャン、うわっ、きな連チャンしての、いやー、強い。柔道も一応なんかマジックガール的なやつ使えるんだよね、たぶん。修行の成果が出せたね。そろそろ免許改伝か。一つか。はい、では、山頂の前に来たということで、ここでセーブして。